言ってんだ。お前には死神が見える。そして鉄仮面は何としても悲願だ。いや、いらん。奪われた本の片割れを取り戻してほしい。分かった。早いな。早い。まだ猿だ。どうして。もう少しあるだろう。本とはとか理由はとか。どうせやるんだ。そうだが、整理の時間はある。その本さえあれば世界が変わる。思う通りに世界を変えられるんだ。分かった。それでも早い。早いな。これに書いたらその通りになるんでしょ。だったら書けばいいじゃない。本の片割れが戻ってくるって。それ、そういうところを聞いて欲しかったんだよ。なのにあいつは。ダルタニアン、ミレディ、そして三重士、死神の足音が近づいている。この国に不満を持たず王家に貸し付く貴様らに預ける命はない。イエズス会か。いつかこの国は変わるでしょう。それまでの辛抱です。王家と王妃様に仕え、この国の繁栄のために生まれたんですから。嘘でしょ。え、あなた今嘘ついてる。あ、はい、嘘です。笑顔で嘘つかないで。兄貴は八つ咲きだけど。でもそれだけな。それで終わりだから。あなたを守るために兄から剣を教わりました。いつか必ず戻ってきます。足音の正体は死神ってことか。ああ、俺の親友がそう言ってた。知ってたくせに。さっき話してたの。同じ話は二度するなってこと。時間がかかる。黙ってろ。まだ話してねえよ。いや、こっちの話だ。ん？あ、こいつとんでもなく強いぜ。少なくとも久しぶりに会ったぞと思った。いい主人公だね、君は。おいおい、私は王であるぞ。本当に？冗談でもイラつく言葉だ。でも私の言った通りになったでしょ。その魚理ってのは何なの？魚理は、あの、魚意。物語を生み、そしてその物語が新たな歴史を生むのです。教えてやりましょう。俺たちは一人だ。何から話していいか。聞いてたか？忘れんなよ。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました。